たまことは、奈良県大和郡山市出身のもと、プロバスケットボール選手である。ポジションは、ポイントガード。169センチメートル、66キログラム。2018年6月より、B リーグ、香川ファイブアローズのバスケットボールアカデミーのコーチ。9歳でバスケットボールを始める。郡山南中学校を卒業後、大阪の大小学園高校に進学。 二年で、ウィンターカップ初優勝を経験。一学年上には、梶山慎吾がいた。高校卒業後は、大阪商業大学に進学し活躍。大学卒業後は、電装に入社。電装が休部した後は、トヨタ通商、新潟アルビレックス A に、再び、トヨタ通商を経て、2006年ドラフト17位で、高松ファイブアローズから指名され入団。背番号は0番。 2006年12月23日24日、開催の新潟アルビレックス BB 戦の活躍で、チーム初の週間 MVP を受賞。高松の初代キャプテンとして、参入初年度2006から07シーズンの準優勝に貢献するなど活躍した。2008から09シーズン終了後に、高松を退団し、大阪エベッサスクールコーチに就任したが、2009から、 10シーズン途中の11月4日に大阪エベッサと選手契約を締結し、現役に復帰。背番号は18番。チームのシーズン準優勝に貢献した。2010年7月、高松ファイブアローズへ復帰し、再びキャプテンに就任。背番号は20番。2011から12シーズンは現役選手のままアシスタントコーチを兼任。 2012から13シーズン開幕の大阪戦2試合では、スリーポイントシュートを9本中8本決めて2連勝に貢献し、自身2度目の週刊 MVP を受賞。2013から14シーズンより、背番号を18に変更。2014から15シーズン終了後に現役を引退し、高松のフロントスタッフアカデミーコーチとなった。その後、一旦退団。 2018年6月、香川5アローズバスケットボールアカデミーのコーチに就任。ありがとうございます。